こんにちはです。おばさんサーフィンのタータンです。前回、骨折をしてしまいましたというあの動画をアップさせていただきまして、そちらの方に励ましと応援のコメントをもう多数いただきまして、本当にありがとうございました。そしてまたご心配いただいた方々、本当にご心配おかけしまして申し訳ございませんでした。骨折から約1週間ぐらいが今経ちまして、それでちょっと近況報告をさせていただけたらなと思いまして、今カメラの方回させていただいてます。まずこうなったきっかけというか最初に家でちょっと転倒をしまして、でこけた時にここを筋トレで使う、ベンチプレスする時にこうバー持ってこう、ね、寝転んでこうやる運動をする時に使うセーフティーラックっていうのがあるんですけど、そのセーフティーラックの上にちょっと落ちちゃいまして、でセーフティーラックの角にガーンっていってしまって、まあ最初打撲なんかなって感じだったんですけど、もう打った時はもうめちゃくちゃ痛くて、もう違う部屋にいてたパパさんもうすっごい音鳴ってたよ、どうしようマシみたいな、何が起こってんねんっていうような音がなんか鳴ってたようで、でもうそのもう倒れた瞬間のことは、倒れたというかそのこけた瞬間のことは私ちょっとよく覚えてないんですけど、とにかく痛かって、痛いよと思いながらこう周り見たら、なんかゴミ近くにあったゴミ箱とか蹴散らかしてるんでしょうね、なんかその辺のものがむにゃいろんなものが蹴散らかっとって、なんか二次災害があちこちで起こってるって感じで、もう最近でも筋トレの方をあんまりやってなくて、置きっぱなしになってるんです、そのセーフティーラックが置きっぱなしになっとって、で今ちょっとこう物かけたり物干したりっていう役割してもらってるんですけど、その時も分厚いセーターがかかってたので、まだちょっとこれぐらいで済んだんかなって思ってるんですけど、何もかかってないところへガーって一旦やったら、ちょっと想像しただけでも怖いんですけど、で、まあ、それ当たってその晩とかその翌朝とかはそれほど抑えたら痛い、まあ本当に内身の痛さって感じで、そんなに息苦しいとかいうわけでもなかったんです。でそのこけた次の日にもう海がいい波立ってて、しかも3週間ぶりの波だったんですよ。ずっと波がなくてサーフィンできる状態じゃなくて、もう3週間ぶりの波やし、しかもなんかその小波がちょっとやってきたとかじゃなくて、セット胸ぐらいとかあって、それが綺麗に割れていってメンツルでってもうパーフェクトだったんで、絶対行くって思ってこうサーフィン行く用意してたら、パパさんがもうやめとけ痛いのにやめとけっつって言うんですけど、もうその静止をするのを無視してもうそんなもう聞こえてないですよね都合悪いこと聞こえない耳になってますので無視して、もうそれどころかもうほんまにええ波やから、痛かったらすぐ上がるから、ちょっとビデオ撮ってよっていうことで一緒に行きまして、でまあ念願の今年初の1回目のサーフィンをして、でちょっとやっぱりやってる間違和感はあったんですけど、時々痛かったんですけど、まあでも普通にやれて、でその日は終わって、すぐもう波やむんかなと思ったら、またその2日後もすっごい波が立ってて、ああこれはもういかんならっていうことで、今年2回目のサーフィンに行きました。でもちょっとやっぱり1回目のことがあったんで違和感不安があったんで、2回目はテーピングを巻いてもらって、ちょっともうガチガチめに固定してもらって、ほんでこれやったらいけるやろっていうことで行ったんです普通に入水してさあやるでっていう
ので1歩目、その日乗った1本目で乗って行って、浅瀬のなんかちょっとこう波がこのキュインってキュインってなるとかあるじゃないですか。あそこで飛んでしまって、でまあ飛ぶのはいいんですけど、飛んだらすっごいなんかその後激痛やったんですよ。痛くて姿勢が悪かったんか飛び方が悪かったんかなんか分かんないんですけど、んで、まあ、痛みは一瞬のもんですぐ引くんやろうと思って、とりあえず板にしがみついてまだ粘ってたんですけど、時間経つごとにもうどんどん痛くなってきて、波声とかももうなんかちょっとこう反ったりするんがもう耐えられへん耐えられへんっていうか、もうほんまに涙出てくるような感じで、まあその時の様子は前回ご覧いただいたありさまでございますけれども本当にあんなになってたんですけど、でまあそんな感じでやってて、でも多分ねあれ毎日海に入ってる時だったらあれ飛ぶぐらいやったら大丈夫だったと思うんですよ。でも3週間空いたんで感覚がまず鈍ってて、もう波のことわけわからなくなってて、とっさの判断もすごく悪かったんでしょうし、とあと間にお正月休みがあったので、その間にかなりやっぱり食べて飲んでもう寝て不摂生でもう体重増加、もう著しい体重増加と筋力の低下、それがやっぱり良くなかったなと思っております。ほんで今はもうこうなってしまったんでしょうがないんで安静にしてるんですけど、もう完全に治るのを目指してやっております。ほんで2月下旬とか3月になったらまたコンスタントに波が入ってくるようになると思うので、その頃にはもうバリバリできるように、まあ、できたら2月上旬とかにから徐々にこう始めていけるような感じでやれたらいいかなと思って、今もうとにかく動かんとこうと思って安静にしてるんですけど、でせやっと動けるようになったらもう今回の反省を踏まえてちょっとずつでも今年はやっぱり筋トレを再開していかないといけないかなって思ってますね。ずっとサボってたんですけど、あの肉気もう見たら肉ったらしいセーフティーラックを使いながら筋トレをせなあかんなって思ってるんですけどまあ頑張っていこうと思っております。しかし今ちょっと安静にしてるんですけど、安静にしてるのも割とつらいですねよくコメントでこう怪我をされてちょっと骨折とかされて何ヶ月休んでますとか休んでましたとかいうお話聞くんですけど、安静にしてるのつらいですよねなんかやっぱり行かれへんの分かっててもライブカメラを、まあ、私の場合だったら育見ポイント、高知の育見のポイントをこうライブカメラ1日に何回かこうチェックしてしまうんです。ほんなら怪我してからもうずっと波がある、それまでずっと波なかったのに怪我してから毎日波があって、サイズちっちゃくてもすごいやれるような感じでいいなと思って見てるんですけどなんかそれ見てると愛犬がいてるんです、ワンちゃんが。でワンちゃんにいつもご飯あげる前にちょっと待てとお座りとかってこうお預けさせてるんですけど、なんかもうそんなこと言うたらあかんなと思って切なくなってきてで、まあそれはちょっと別の話かもわかんないんですけど、なんかそれぐらいちょっとクーッとくるなっていうことでほんで あと愛犬といえば散歩、お散歩がね一緒に行けないのがもうすっごい寂しいです。家で南北を一緒にいててもお散歩の時ってワンちゃんのもう顔が全然違う、もうずっとニコニコしてなんかこうキラ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 してこう走り回ってるんで、その顔を見るとやっぱりいろいろ元気もらうんで、それ見れないのが寂しいですね。みんなは寂しいよって言ってて、毎日こうパパさんとサムちゃんが
お散歩にこう出かけるのをこう玄関でいってらっしゃいつって楽しんできてねつって見送ってたんですけど、ほんななんかパパさんがなんか同情したんですかね、なんかこれサーフィンじゃない、そのサムの散歩のシーンを動画で撮ってきてくれるんですよ。別にそれは別にいいんやけどと思いながら、まあ、あの今日こんなんやったよって見せてくれるからいいんですけど、それがどんどんもう何やったらトイレのシーンまで撮るようになって、もうそれはいらんっていう話をしてたんですけど、あでもあのちょっと数日前からおかげさまで車の振動とか歩くぐらいは平気になってきまして、でもうあの生活する上でも当初のことを考えたらもう全然楽になってきて、あとはなんかこう寝転ぶ時とか朝こう起き上がる時とかがちょっと痛いと、体ねじる、あの体をこう回旋させた時にうわってなるんで、それがその痛みが消滅していけばな、ちょっとずつこう動いてもいいのかな、エクササイズしてもいいのかなって思ってるんですけど、まあそれまではあと1週間とか10日とかなんですかね、あと2週間わかんないですけど、ちゃんと安静にして静かにしてきっちり直したいと思っています。でも治った暁には徐々にこう海の方入っていって復帰を、完全復帰を目指そうと思っております。復帰した際にはまた皆様おばさんサーフィンをよろしくお願いいたします。ということで現状報告でございました。以上でございます。まだまだ寒さ厳しきおり、まだまだ寒いので皆様もどうか体調崩されませんようにご自愛くださいませ。では本日は失礼いたします。さよならです。